いつもボランティアお越しいただいている皆さん、まあ、今日からという方も、あ、大丈夫ですよ、そうです、そうです、そうです、前来てます、ありがとうございます、おかげさまで、ありがとうございます、選挙戦、今日で最終日、もうあと30分ぐらいですか、になりました。でもうこれ、ある意味恒例にやってきています。他の陣営はね、有権者に向かってダーッと歌るんですが、あえて十分戦いをしましたので、内輪の皆さんに向けて、主にこれからの戦い方とか、まあ、今回のね、選挙戦振り返っていくとか、そういう皆さんへのお礼ということで、まずは大橋君から。もうちょっと待つしようかな。ちょっと1分ぐらいも喋れます。では今回ね、僕が、宇田川みどり君こと久保田学君に、もう2年前にね、彼応援に来てくれてて、僕の東京都知事選挙を応援に来てくれました。こんにちは、久保田さん、お願いします。お願いします。ありがとうございます。まあいろいろとね、彼の悪口を言う人ももちろんいれば、僕は最初に嫌いのところに行って、その後一緒にね、秋葉原まで一緒に車乗って、ちょこちょこっとお話をさせていただいたら、まあなかなか社会の裏側も分かってる人だし、ぜひともニコニコ生放送のね、有名な人、これはいろんな落ちこぼれがあそこにいるんですよ。ニコニコ生放送に世の中から落ちこぼれになった人がいっぱいいて、僕もそのうちの一人です。生放送を初めてやったのが町田にいた時なんで、5年前、もうね、毎日家で寝てました。いわゆる引きこもりでした。5年前僕引きこもりだったんですよ。もう3日に1回ぐらいしかご飯食べれないぐらい、苦しんでる時にニコニコ生放送で、当時の東国原英夫さんが辞める、衆議院を辞めるって記者会見を見たくて、ニコ生を開いたら、その会見が終わった後、なんか女の子の生主さんが喋ってるのがあって、コメントを入れたら、コメント読んでくれたんでね、人とつながってる感があって、その名前、その放送者の名前忘れましたけど、こう誰かが相手してくれる、あの嬉しさ、コメント書くのを放送してる人が話しかけてくれる嬉しさから、そんなのが僕もまだ5年前で、でそこに、ニコ生にいる人たちに、なんて言うんだろうな、こう勇気っていうのもちょっとおこがましいかわからないけども、もうそういう人たちにこうどんどん表の舞台に出てきてほしいっていうか、世の中の役に立ってもらうこと絶対できるっていうのをすごく思ってたので、だから宇田川君に声をかけさせていただいて、ぜひとも、まあ、最初はね、マスクをしててもいいよっていう話でマスクで立候補する予定だったんで、そんなに票が取れるかっていうと、まあ正直ダメだと思ってたんですけどね。ところがまあまあいろいろと紆余曲折があって、結果としてこのように本名で、そして覆面を脱いで立候補してくれるということになったので、もうこれはいけると、ぜひとも、もう絶対にこれはニコ生の生主代表として、市議会議員に当選させなければいけない、そういった強い思いで、連休ぐらいから、まあそんなに長い時間じゃなかったですけど、期間じゃなかったですけども、まあ特にね、南鉄君が中心になって、動いてくれました。もう明日の投票が今から楽しみですけども、ちょっと前振りが長くなりましたが、うちの党のですね、2番目に当選をした大橋正信議員にマイクを渡したいと思います。まだ時間はあるんですが、皆さん大変お疲れ様でした。僕はですね、正直申しまして、そういったそのニコニコ生放送であったりだとか、そういった配信者の方、正直僕、よく分かりません、実際のところ、あまり見たことないですし、立花代表の生配信しか、もちろん見たことありません。で、今回、横山徹さんこと、久保田学さんが、NHK から福島守る党から立候補していただいて、僕は正直嬉しかったです。全くとよく違う、まあ、僕もそうでしたが、全くね、別の世界をチャレンジされる
そういった方っていうのは、僕はこのそれだけで尊敬させていただきます。そういった、まあ、政治の世界を取り込んで、そういったチャンスをつかもうとされていると。で、いろんなね、その、なんだろう、ネット界の中で、横浜みどりさんが、当選しないだろうと、ダメだろうと、思われている中が大ガスだという話を聞いています。だからこそ、横山みどりさん、久保田学さんには、当選して、ありがとうございます。久保田学さんには、ぜひとも当選していただきたいというふうに思っています。当選していただいて、そういった、久保田学さんに対して当選するわけない、ダメに決まっている、そういった人を見返していただきたいんです。鼻を明かしていただきたいんです。久保田さんには、そうすることによって久保田学さんのさらなる注目を浴びるでしょうし、 NHK から国を守るとはさらなる飛躍ができると確信しております。久保田学さんが配信会のパイオニアになっていただきたい、本当に心底から願っております。こういった新しい世界にチャレンジし、そして切り開いていく、僕はそういった方を全力で応援したい、サポートしたいと思っています。今回の選挙でも僕は議会以外のことに関して、議会が開かれた以外の日は全部町田に来させていただいて、立川に来させていただいて、サポートさせていただきました。明日は本当に楽しみです。僕は明日は立川の開票所で、久保田さんのとどれだけ積まれるか、それを見て、現場で歓喜したいと思います。放送から期待しております。頑張ってください。ちょっともう終わりですね一緒に NHK から国を守ろうと落として NHK をぶっ壊しましょう。ありがとうございました。大橋議員から非常に力強いコメント。大橋君がね、こんなに立派なマイクパフォーマンスができるようになったのもすごいことですよ、ね、まだ2年ちょっと前まではね、普通にトラックの運転手だった大橋くんが、ぎこちない演説をした大橋くんがね、こんなに立派になってくれた。いや、もうすごいなという思いであります。誰か喋りますか？全然、もう本当うちわだけなんで。いいですか、喋らないですか？いいですか？じゃあ、まあ、一応選挙中ということで、聞いた方もいらっしゃるので、本当に1週間お疲れ様でした。というか、まあ、明日の8時まで、蓋が閉まるまでは、我々は政治活動ができますから、まあ、今日の夜もこれからポスティング、そして明日も駅の北、そして南、そしてそこのですね、あけぼろ橋交差点、3つの地点で、党のビラを配る、ということ、選挙カー、宣伝カーも走らせるということで、最大限、もう蓋が本当に閉まるまで、票の配りをですね、やっていく、人もご協力をお願いします。で、今見込み、今日本当に街中回らせていただいて、まあ、お年寄りの皆さんから、まあ、小学校、まあ、これ小学生は分かりませんが、もう高校生のファンが、すごい、高校生ももちろんそうですけど、若い男女、もうとにかく全ての年代から支援をされている、ね、それは裏を返せば、やっぱり NHK が相当この立川市で市民の皆様を、まあ、痛めつけているというか、悪事を働いて、誰か助けてくれ、これ NHK にお金を払わなくていいようにしてくれ、あの集金人を何とかしてくれ、そんな思いを持った方がなかなか選挙カーに手を振ったりってできないですよ。結構勇気のいることですから。でも手を振ってくれたり、うなずいてくれたり、笑顔で、もう一番結構多いのがね、2人で歩いてる場合に
どっちかが手を振るんですよ。そうするともう一人の人がこれ叩くんですか。で奥さん、例えば男女カップルで歩いてるとね、男性の方がこう手を振ると彼女がもう相手やめなさいやめなさいみたいな、親子でもありましたけども、まあそれぐらい、それも山ほどそういうシーンを見ました。まあそれぐらい、あの NHK と戦ううちの党を応援するっていうのはあんまり見られたくないと思ってる人も大勢いらっしゃるのかな。でもそんな中で、あえて手を振ってくれる人、うなずいてくれる人、声援をくれる人、近づいてきて握手を求めてくれる人、これがもう本当に今までの選挙で一番圧倒的に多かったです。今日も団地で喋ると多分全戸数が8階建てぐらいだったんで、100もないようなところで4人窓からベランダまで出てきていただいて、すごい反響を感じています。で、この先なんですけどね、まあ、明日の結果どうなるのか本当に蓋開けてみないと分かりませんから、あと約24時間、選挙に対してですね、選挙運動は今日の23時59分まで、政治活動は明日の8時までできますので、全力は尽くしますが、明日の結果僕は、まあ、1300票ぐらいいただけるのかなと、当選ラインの1200票をちょっと超えるぐらい。3000票って言いたいです。トップ当選3000票、その目標に来ましたが、まあ選挙っていうのは蓋開けてみるとそんなには入らないっていうのは今までの経験でありますから、まあでもね、3000票ぐらい入ると思わないと1500票いかないです。これまでもどうしてもやっぱりいい決めで見ますから、いろんな人に声かけてもらうとなんとかなると思うんですけど、まあ、それでも手応えとしては2500票ぐらいは入るというのは手応えとしてあります。ただ今までの経験上で半分なので、1250から1300ぐらいかなというのが想定です。でもそれはもう余裕の当選ラインですから、僕の予想が悪い方に外れてもっと上に行ってもらえればいいんですが、一歩一歩確実にですね、今度でこれで7議席目これをしっかりと取ってですね、その後もう今年の選挙はこの立川の選挙、その次は松戸の11月の選挙に向けて全勢力をお金と人と時間をかけて松戸で2人候補者を出して、これを2人当選させるということで、やっていきます。でそこでしっかりと2議席取って、来年の4月の統一地方選挙、ここに立候補したいという人が11月以降バンバンうちの党に連絡が入って、で統一地方選挙でそれなりに30議席50議席取れれば7月の参議院選挙というところに向けて、契約していこうという思いで、でもこんなにねボランティア、これ普通の党みんなありえないですよ。これ選挙中っていうのは交通費もお弁当代も出していいんです。自民党のものすごいわがままで今、全国定数48を50にするという法案が、提出されて、もうこれ党を通過します。で自民党のわがままなんですが、まあ、我々にとっては非常に2議席増えますので有利な法律の改正になりそうです。もうなる 99% になります。48議席が50議席になる、2%、まあ、1.9% ぐらい必要なのが 1.8 で1議席取れるというような制度改革になります。
ですから、まあ、1.8 ぐらいであればね、十分狙えるようなところまで来てます。で本当にこのようにね、そうそう思い出す、他の陣営は交通費出していいんです。選挙応援運動員に対して電車賃の実費や朝食昼食夜食といった、弁当代は1食1000円までいいんですね。だからまあ交通費も入れて1人4000円ぐらいは全ての陣営といっていうことが払います。運動員に対してもちろんお茶とかも出しているお菓子とかね、そういうのでだいたい運動員が集まってきて、うちのようにその遠いところから、すいませんご清聴ありがとうございました、失礼いたします、ありがとうございます、遠いところからあのポスターを貼りに来てくれたり、このようにビラを配っていただいたり、まさに無給でねやっていただける党っていうのはもう絶対うちしかないと確信をしています。それぐらいボランティアの皆さんにお世話になって、あのここまでね大きくさせていただいたと思っています。でなんとかね、あのやっとねピアノ君とか伊藤君とか槙原君ちょっとだけお給料が払えてるような状況で、それまでずっと彼らももうずっとボランティアでやっていただいてて、でもやっぱりそういう人にお給料払いたいっていうのは僕もあるので、どうしても党としては大きくしてしっかりと収入を得てですね、正義の活動をする人にちゃんとそれをお仕事にしてもらえるところまで大きくしていきたいと思ってます。でそんな中で今回本当に小田君があの予想に反して頑張ってくれました。僕からここまで動いてくるとは思わなかったんですね。あのもう何もしなくてもいいわと僕は思ってたんで、よくね頑張ってくれたというか、覆面をかぶっていない久保田学ぶというのは本当にクソ真面目で、いいやつなんですよね。いや、あのでも彼のなんだろうな、横山みどりじゃない久保田学ぶの姿を見てると、世の中ってこういう人いっぱいいるんだろうな、やっぱりみんなおとなしくして、ぶつからない方がおとなしく生きていけるというか平和に生きていけるでしょう。でもやっぱり中に秘めた人間のまあ汚い部分っていうか醜い部分っていうのを彼は覆面をかぶった時にそれを証言してるし、それに共感してる人が彼の放送を見て一種のストレス発散をしてるし、もっと行けとか、自分ができないことを彼にさせたりとか、彼をバカにすることによって誰かいいコミュニケーションが取れてるのかな。だから本当に彼のその内側に持ってる正義感とか真面目なところが今回僕も知れて、あ、これは本当に公認にさせてもらってよかったな。で彼が本当に議員になった時に多分マスクを議会には素顔で行くわけですから、それでいろいろと彼は議会を見て、そこでおかしなことがあったらきっと夜帰ってねマスクをしてねむちゃくちゃ批判してくれると思います。これがねでも横山みどり君久保田学候補に求められていること、僕は最初からそのようにね、彼は日頃だからおとなしいから NHK の集金に追い返す能力があるのかと言われるとちょっとはてなまいです。でも当然僕たちがサポートするし、彼はそれ以外のプラスがあるので、優しさとかその弱い人間じゃないと弱い人の気持ちがわからない、だからそういうところも高田君にはあるなってすごい感じているので、あのとにかくね彼が明日いい結果を迎えることができれば、いろんな人がね立候補したい、私でも僕でもいいのかなっていう人が来てくれると思うんです。でも今この国はお勉強ができる東大を出たりとか早稲田慶応とか、そのお勉強ができる人が政治家をしたり官僚をしたりして、その人たちが失敗を恐れて悪いことをした時に嘘をつくことが問題なんですよ。もう本当のことを言って罰せられたら一生なんか浮き上がってこれないから、悪いことをしても隠すっていうのが今この日本で蔓延している政治家や官僚、そんな状態の中で久保田君がそういうのを変えてくれると僕は強く感じています。ですから一度失敗したことがある人、二度失敗したことがある人、ちょっとやんちゃをしている人、そういうような人が政治の世界に入ってきてもらえるいいきっかけを今回の選挙で作ってくれるんじゃないかと思って、明日の回答を楽しみにしております。ということで長々喋りましたが、最後それ含めせずに、でも含めすればいいよ。
どちらかというから、あのアプロードしない方がいいやったらしないし、モザイクかけてアプロードしてたらいいですもんね。多分、それがいると思うね。ということで、最後は、久保田学部ではなく、横山みどりとしてですね、まあ、時間はまだ20分ぐらいあります。別にね、20分喋れっていうわけじゃなくて、あと17分かな。5分でも10分でも17分でも、お好きなだけ喋っていただいて、みんなにお礼を言って、あと視聴者の方にもね、後でアップロードするので、お礼を言っていただければと思います。それではお待たせしました。NHK から国民を守ると、立川市議会議員選挙に立候補しております。公認候補、久保田学より、最後の皆様へのお礼のメッセージ、お礼の演説をさせていただきます。いやー、よっしゃー、皆様、もう5月に似合わぬ肌寒い中、本当にありがとうございました。いや、最初私、立花代表から声かけられた時、まあ、また何かの冗談かなと思ってたわけですよ。しかし、最初、まあ、僕もなんかチラシ配りとかも、まあ、今日休もうかなとか、いろいろと休んだり正直してました。なんかもうこんな早くからやる意味あるのかなとか思ったりしてたんですけど、でも周りのこのスタッフさんだとか、あと党の人が本当に真面目に毎日毎日配ってて、で自分が昼休み休憩とか1時間やってる間でもずーっと配ってる姿を見て、あ、これ本当に本気でみんな動いてるなと思って、で僕もいつかしら休むことが逆に申し訳ない気分になっちゃって、でもう交番とかも毎日毎日すごくやってて、だんだん慣れてきて足も疲れたくなってきて、やってることがだんだんなんか受け取り方が、まあ、その立川の歩いてる皆さんの受け止め方、受け取り方がやっぱり嬉しかったですね。これは正直ネタ抜きで思ってまして、その、まあ、僕選挙ってそんな固くやって真面目にやっても、まあ自分だからあんまりこういった政治のことも詳しくないし、正直あんまり頭も良くないと思ってるし、まあでもなんか、まあ、悪ふざけということは言わないですけど、ちょっと面白い方がいいかなと思って、まあなんか時には選挙期間中に、まあ、多摩川に飛び込んでみたり水気情報とか言ったり、まあ放送でやってしまったんですけど、まあその僕が思ってるのはやっぱりニコニコ生放送の横山緑として視聴者見てることが多いんですよ。なのでいかに関心を持ってもらうか、そしていかに選挙って面白くて、まあ、こんな自分でももしかしたら受かるんじゃないかっていう、そういうドキドキ感だとか、まあその関心を持ってもらいたくて、まああえてこうやってちょっとふざけてしまって真面目にやってる人たちには本当に申し訳ありませんでした。大人よ、真面目で浮かびながら、ありがとうございます。やってて本当にまあ僕は楽しかったです。正直疲れたっていうのもありましたけど、まあ、やってて本当に皆さんが本当に動いてて、立花代表、本当に、まあ、慶一郎だとか、あと、ね、まあ、大橋議員も忙しい中、毎日来てもらって、遠い中、最後までいてくれたし、本当に、ピアノもこうやってずっと泊まりがけて来てくれたり、本当に嬉しかったです。なんか僕、こうやって、ニコ生では一人ぼっちで、放送とかも、まあ、誰とも馴れ合わないとか、そうやって一人だったんですけど、こうやってなんか初めてですね、これ、まあ、一緒にこうやって、最初は本当共同生活、慶一郎とやってて、もう、